徳島県選挙区は日本の参議院議員通常選挙における選挙区である参議院一陸の一つ公職選挙法改正によって2016年の第24回参議院議員通常選挙から高知県選挙区と合区されて合同選挙区となった徳島県全域に当日有権者数65万1117人投票率 49.29%当日、有権者数、658,828人。投票率 58.、58.24%当日、有権者数、667,524人。投票率 58.、58.46%当日、有権者数、669,529人。投票率 54.、54.6%当日、有権者数、 668,446人、投票率 57.、57.24%当日、有権者数66 1,、661,092人投票率 56.、56.91%。当日有権者数、652,353人、投票率 47.、47.14%当日、有権者数。 人投票率、当日有権者数、62万7707人。投票率 65.、65.59%当日、有権者数、61万8478人。投票率 70.、70.27%当日、有権者数、61万835人。投票率 49.、49.81%当日、有権者数、60万1648人。 投票率 77.、77.05%当日、有権者数、587。108人投票率 63.、63.41%当日、有権者数、57万2321人、投票率 78.、78.46%当日、有権者数、55万6877人、投票率 63.、63.67%当日、 有権者数、525,110人投票率 69.、69.88%当日。有権者数、5五8 5 5 4人投票率 69.、69.39%当日。有権者数、5四8 4 3 6人投票率 68.、68.52%当日。有権者数、514,539人投票率。 57.81%当日有権者数50万662人投票率52.39%当日有権者数48万3299人投票率55.37%当日有権者数46万4096人投票率69.79%第1回参議院 議員補欠選挙8月15日執行当日、有権者数、人投票率 27.、27.5%当日、有権者数、47万1425人、投票率 49.、49.21%。ありがとうございます。